中村、お前クビな。ある日俺は40年間人生のすべてを捧げた会社からクビ宣告された。自分自身が否定されたようなショックを受けて俺は落ち込んだ。しかしこれが元で人生が激変するとはこの時の俺には想像もつかなかった。俺は中村、58歳だ。高卒で今の会社に勤めてもう40年になる。うちの会社はスタートアップの支援企業だ。何か商売を始めようと思った時、商売のアイデアはあっても事務の知識は全然ないことが多い。うちはビジネスを始めたい人を支援し、裏方での業務を引き受ける専門会社だ。今でこそうちみたいな会社はたくさんあるが、創業当時はかなり珍しかった。俺の役職はずっと次長だ。はるか昔に人事部や上司から昇進の打診があったが、このままでいいと断った。第一線でお客様に関わり続けたかったからだ。今では考えられないが、当時24時間働けますか?というテレビ CM が流行ったくらい、ビジネスマンはいつでも働くもので、バカ高い栄養ドリンクを飲んで、徹夜で頑張るのが当たり前だった。若かった俺は、時代の影響をもろに受け、人生のすべてを会社に捧げたと言っても過言じゃない。俺の働いてきた40年は、本当に激動の時代だった。今の若者たちはパソコンがない世界なんて想像できないだろうが、1990年代の前半までパソコンの普及率は 10% 程度だ。俺の入社当時はワープロで書類を作って、電卓で手計算して見積もりを出していた。その時の上司から、今はワープロと電卓なんて便利なものがあるが、昔は手書きでそろばんだったぞ。なんて言われたのを覚えている。この思い出を飲み会の時に部下に話したら、またまた冗談ばっかり!と大笑いされ、まともに信じてもらえなかった。今では電話をせずにメール一本で連絡を済ます。直接訪問せずにネット会議で取引をする。少し昔なら不義理だと言われたことも問題ない。ただ俺は昔ながらの仕事のやり方も好きだった。もちろん昔のやり方が全て良いとは言わないが、長年この仕事をしてきた俺だからこそできるやり方を定年まで貫きたいと思っていた。俺もあと2年で定年だ。現場に残る同期といえば部長の阿部くらいで、実は最近社長も交代した。よくある話だが、社長の長男が継いだのだ。その新社長が経営方針を薄利多売に変えた。2006年から最低資本金制度が撤廃され、1円以上で会社を設立することができて、株式会社を設立するハードルはぐっと下がった。年功序列や終身雇用はほぼ崩壊し、今は副業が推奨される時代だ。だから新社長は安いプランで新規の会社をたくさん抱える方が儲かると考えているのだ。おい、また残業か?遊んでいるんじゃないだろうな。部長の阿部がいつものように俺に怒鳴ってきた。違います。調べ物ですよ。俺はため息をつく。中村次長、それ今見る必要あります?マニュアル通りやればいいじゃないですか。阿部の腰巾着の佐藤があざけるように言ってくる。佐藤は俺の部下でもあるのだが、阿部にべったりだ。
最近総理がスタートアップ支援の強化を打ち出したのをご存じないんですか？そのマニュアルを修正する必要があるんですが。俺が言うと、そんなのバカな若者にはわからないんだ。今のままでいい。どうせ政策なんてコロコロ変わるんだから。どうしてもやりたければタイムカードを押せ。そうですか。わかりました。俺はおとなしくうなずき、タイムカードを持って席を立った。とにかくこの場から離れられるならそれでいい。安倍が断るごとにパワハラまがいの言動をするのは長年の恨みとストレス発散だ。すぐパワハラだと騒ぐ若い社員と違って俺は何も言わない。だからこそサンドバッグ代わりにされるのだが。でも他の若い社員が犠牲になるよりはマシだと思って我慢している。もともと安倍が俺を嫌う理由は営業の方向性の違いだった。安倍はとにかく効率重視だ。客や取引先を数字でしか見ていない。相手にとって最も良い提案や契約を追求するより自分がどれだけ楽に利益を出せるかを優先する。だから安倍は常に売り上げがナンバーワンだった。周りは安倍をもてはやしたが、俺は俺で安倍のやり方が嫌だった。せっかく取引をしてもらうなら、うちを選んでよかったと喜んでもらいたい。そう思ってやってきたおかげで、昔から俺は取引先からの評判が良く、顧客満足度ナンバーワンだ。俺を指名する口コミや紹介も多い。安倍はそんな俺をごますり野郎と嫌っていた。先代社長はどちらのタイプも必要だと、俺のことも安倍のことも否定しなかったが、新社長は完全に安倍と同じタイプだった。安倍が新社長に俺の悪口を吹き込むせいで、俺は昔ながらのやり方に固執する老害扱いだ。例えば俺が予定表に出張と書き込むと、直接訪問、交通費が無駄だろう。と新社長は文句をつけてくる。先方の希望で会って話がしたいとのことなんですが、俺が理由を言っても、メールで済ませ。それにこの会社は今順調に動いているじゃないか。必要ない。と、ろくに話を聞かず却下する。新社長と部長が率先して俺をやり玉にあげるわけだから、部下や他の社員たちも俺を老害扱いするようになってきた。そんなある日、出社したら安倍がニヤニヤしながら待ち構えていて、中村、お前クビな？と言ったのだ。まさに寝耳に水とはこのこと。俺は突然、人生のすべてを捧げた会社からクビ宣告されたわけで、自分自身が否定されたようなショックを覚えた。は？クビ？なんでだよ。クビになるようなことは何もしていないぞ。それにあんただって、こんな急に社員をクビにできないことは分かっているだろうが。俺が丁寧語を忘れて大声を出しても、安倍は余裕しゃくしゃくだった。お前のパワハラを証言する部下がいるんだ。は？俺がパワハラ？パワハラをしているのはあんただろ。散々俺を罵倒してきたじゃないか。違う。俺は部長として、会社の方針に従わない社員の教育をしていただけだ。安倍はそう言うと、後ろに控えていた部下の佐藤を見た。ほら佐藤、言ってやれ。佐藤は安倍と同じようにニヤニヤしながら、僕は中村次長から飲み会の席で、昔は手書きで電卓を使っていたから、今もそうしろと強要されました。と、すまして答える。俺が入社した当時の先輩の話をしただけだぞ。俺は呆れて突っ込むが佐藤は、
それだけじゃないです。メールとかネット会議で済むのに訪問するように言ってきたり、ぐだぐだ精神論みたいなことを語ってきたり、これはパワハラだし業務妨害ですよ。と言って譲らない。パワハラは相手がどう受け取るかが問題だからな。お前がパワハラだと思っていなくても、部下の佐藤はパワハラだと言っている。精神的な苦痛を味わったとして、心療内科の診断書も用意してあるから、証拠は十分に揃っているんだ。いくら阿部が俺を嫌いでも、俺をクビにするためにここまでするとは思っていなかった。社長はこの件を知っているのか？俺が用心深く聞くと、阿部は。ああ、もちろんだ。社長がお前の処分を決定した。元同期の俺が一足先にお前に伝えてやっただけだ。心構えができるようにな。と答えたのだ。ただ自分が俺を陥れたかっただけじゃないか。完全にはめられた。そう思ったがもう遅いだろう。わかった。すべてお膳立てがされているなら俺が引こう。こうして俺は突然首宣告されたわけだが、結局は自主退職という形に落ち着いた。正式に退職するまでの1ヶ月間、俺はずぶとく会社に残った。若いやつなら次の日から出社しないなんてこともあるんだろうが、俺はそこまで軟弱じゃない。気持ちを切り替え、取引先を回って挨拶をしたり、残った仕事をまとめたり、忙しく過ごした。長期出張中で連絡がつかない会社もあったが、それはもうしょうがないだろう。それではお世話になりました。相手が礼を書いたからといって、俺は同じレベルにはなりたくない。俺が挨拶をすると、部下の佐藤が、やめてくれてあざっすと軽く言ってきて、部長の阿部も、人件費の削減だな。これで会社をもっと効率化できる。と笑う。俺は立つ鳥後を濁さずだと無言で40年間勤めた会社を去った。これを機にのんびりしてもいいかなと思っていたが、ありがたいことにいろんなところから再就職のお誘いが来たのだ。でもしばらくは休暇を楽しむことにして、今日は映画を見に行った。映画館を出てスマホの電源を入れると、不在着信や留守電やメールがたくさん来ていた。会社からと部長や部下の個人のスマホからもかかってきている。とりあえず会社からの留守電を聞くと社長からで、頼む、すぐに会社に来てくれ。とだけメッセージが入っていた。念のため部長の留守電も聞いてみると、やはりすぐに会社に来いという内容だ。電話をして済ませようかとも思ったが、ちょうど近くまで来ている。俺は会社に行くことにした。社長室には社長だけでなく、部長の阿部と部下の佐藤の姿もあった。お電話をいただきましたが、何のご用ですか？俺が聞くと社長が、君は一体何者なんだ？と叫んだ。何者って、今はただの無職の男ですが。俺が困惑して言うと阿部が、お前が辞めた途端、取引先が次々に取引中止を申し出てきたんだ。長年取引があった優良企業ばかり42件だぞ。お前なんかしたんだろ。と大声を出す。42件、まあそうでしょうね。俺はその取引先のそれぞれの社長の顔を思い浮かべた。俺が辞めることで取引を辞めるだろう取引先は大体わかっている。分かっていないのは社長たちだ。
なんで取引先が取引をやめたのかわかりますか？俺が聞くと阿部が。だから、お前が何かしたんだろ？営業妨害だぞ！と、見当違いなことを言ってきた。俺は首を振る。違いますよ。そもそもうちの取引先は、経営者一人でスタートする会社が多い。だからうちみたいな会社の手助けが必要です。でも、自分のところで事務員を雇えるようになれば、取引をやめてもいいわけです。それでもうちとの契約を続けてくれたのは、俺がいるからだと言われていたんですよ。俺がいなければ続ける意味がないからと、俺の退職後に合わせて取引をやめたってだけです。自分で言うのは少し気恥ずかしかったが、俺はこの際、すべて言ってやろうと口に出した。それは自意識過剰なんじゃないか？ただ、客に媚びを売っていただけだろ。当然、社長と阿部が口々に俺を否定してくる。違いますよ。まず、媚びを売るって発想がおかしいんです。社長も部長も、売上の数字だけを見ていますが、俺たちは人を相手にしているんです。人の本音や心は数字ではわかりません。俺は取引先の新米社長たちに寄り添い、会社を立ち上げたばかりの不安な時期を支え、相談に乗り、絶対的な味方になって安心してもらうことが、この仕事で最も大切なことだと思うんです。これが俺の本音だ。即座に阿部が。そんな非効率なことをいちいちやってられるか！と怒鳴り返してきたが、俺は冷静に。別に俺は自分のやり方をあんたに押し付けようとは思わない。先代の社長は俺のやり方も、あんたのやり方もどちらも認めてくれた。ただ俺のやり方を望んでいる経営者もたくさんいたから、その結果が取引中止だったってことだよ。と告げる。俺の言葉に社長たちは黙り込んだ。その時だった。すみません。約束の時間だったので通してもらったんですが、お話は大体聞かせてもらいました。社長室のドアが開き、俺もよく知っている取引先の吉田社長がやってきたのだ。例の連絡がつかなかった取引先だ。お恥ずかしいところをお見せしました。俺が慌てて謝ると、社長たちも頭を下げた。いえいえ、実は中村さんが社長室にいるって聞いて、無理に通してもらったんです。今日ここで中村さんに会えて本当によかった。ぜひ我が社に来てください。今までの給料の2倍、いや、3倍は払いますよ。吉田社長は今まで海外の奥地に買い付けに出ていて、俺が辞めることを今日知ったそうだ。慌ててうちの会社の社長にアポを取り、取引中止と俺の行方を聞きに来たという。そういうわけで、うちが取引を中止する43社目ですね。あなたたち、中村さんの能力を見誤りましたね。こんなすごい人の恩恵を今まで受けてきて、全然理解していないんですもん。あっけらかんという吉田社長に、うちの社長も、阿部も、佐藤も何も言い返せない。うちの会社は、中村さんに支えてもらってここまで大きくなったんです。一人で働いてきた時もお世話になったけど、従業員が増えても、御社と取引を続けていた理由は、中村さんがいるからでした。私は腐っても社長だし、ついてきてくれた社員たちには弱音を吐けない。中村さんには、たくさん愚痴も弱音も聞いてもらいました。中村さんには本当にお世話になっているんですよ。会社を大きくしたのは吉田社長自身のお力です。またまた。中村さんの知識やノウハウがなければ本当に大変だったんですから。中村さん、あなたは無欲すぎるのが唯一の欠点ですよ。
パソコンも普及していなかった時代、必要な知識を得たり手続きをしたりするのは一苦労だった。世の中が目まぐるしく変わり、法律や条例なんかもコロコロ変わる。せっかく新規の会社に有利な補助金制度が出てきても、政府がわざわざ一つ一つの会社にその補助金が使えるかどうか教えてくれるわけじゃない。俺は自分からアンテナを張って積極的に行動して取引先に伝えていた。今まで取れる資格も全部取ってきた。簿記、マーケティング、ビジネス、マネジメントに関する資格。専門的な知識が欲しいとき、相談したいときに自分が専門家になれば早いと思ったからだ。それだけじゃないですよ。中村さんには豊富な経験もありますからね。吉田社長が俺がいかにすごいか力説してくれるので、俺は照れくさくてたまらなかった。社長たちもポカンとした顔で吉田社長を見ていた。毒気を抜かれたのかもしれない。ありがとう。もう勘弁してくれ。さあ、ぜひどこか別の場所で話をしませんか。吉田社長はうちの社長たちを無視し、俺に外に出るように言ってきた。ちょっと待ってくれ、中村君、首は撤回する。どうか戻ってきてくれないか。そんなに優秀だとは知らなかったんだ。社長が我に返って俺を引き止める。遠慮しますよ。老害扱いされて、やってもいないパワハラをでっち上げられて、辞めさせられたんですよ。誰が戻りたいと思いますか？責任を取って、安倍と佐藤を辞めさせるならどうだ？は？ちょっと待ってください。なんで僕が、辞めさせるなら安倍部長でしょ？佐藤が慌てて抗議をし、安倍が。なんだと？長年会社でトップの売り上げを誇る俺を切り捨てるというのか？と怒り出す。社長と安倍と佐藤の三人で醜い言い争いが始まったので俺は。あとはご自由にどうぞ。俺は今まで会社に人生の全てを捧げてきたんです。でもこれからは自分で好きなように人生を歩んでいきたいと思います。とだけ言い残し、吉田社長と共に社長室を出た。その後、俺が長年担当していた取引先のほとんどが取引を中止してしまった。それだけじゃない。今まで俺が新しい補助金制度や仕組みができると分かりやすい社内用のマニュアルを作っていたが、今では誰もしていないため情報が滞って大変らしい。俺がいなくなって安倍のパワハラが佐藤や他の若手社員に向き、社内はガタガタ。佐藤も安倍も居づらくなって辞めたという。すべての歯車が狂い出し、辞める社員や安倍のパワハラを訴える社員が出てきたそうだ。社長から頼む、戻ってきてくれと泣きの電話が入った時に聞いたが、戻るのは丁重にお断りした。俺はといえば、吉田社長の会社に入り、今は楽しく働いている。いきなりクビになった時は驚いたが、今となっては楽しい第二の人生の幕開けとなったから、これで良かったのかもしれない。もしもし、急で悪いんだけど、納期を一週間早めてほしいんだ。俺が電話を取った相手は、取引先の担当者だった。え、一週間も？ただでさえギリギリなのに、一週間というのはちょっと。俺がそう伝えると、相手は大きな声を出す。つべこべ言わずに頼んだよ。いつもこんな調子だ。俺は横暴すぎる取引先に愛想を尽かし、いつか仕返ししてやろうと決意した。俺の名前は純一。妻と娘一人の三人家族だ。45歳で父の会社の副社長をしている。まあ、
副社長といっても小さな工場の経営なので、普通の人が思い描く副社長のようにお金持ちということはない。俺も父も工場での現場作業もするし、私生活はごくごく一般的な家庭だ。今は父の会社を継ぐために勉強中。うちの工場は小さいながらも技術を評価されていて、中には地元の大手の取引先もある。ただこの大手の取引先がなかなかに癖者なのだ。大手の取引先の担当者の名前は池田。俺と同い年で社長の息子らしい。最初は同い年で社長の息子という同じ境遇だと知り嬉しかったのだが。俺とあんたが同じ境遇？会社の規模を見てみろよ。と鼻で笑われて以来、池田のことは好きではない。とはいえ、大手の取引先だ。相手の要望を聞き入れながら取引を進めている。しかし、今日も池田から電話がかかってきた。納品予定の部品の納期を一週間早めてほしいという。しかも、電話一本で済ませるのだ。納期を早めろ。納品数を増やせ。そんな連絡はしょっちゅうで困っているが、大手ということもあって断りづらい。父とも相談して、その度に何とか調整し納品してきた。でも、ここ最近従業員の不満も募っている。父さん、また納期を早めてほしいって連絡が来たよ。俺がそう言うと父がため息をつく。ああ、あそこは社長も担当者も俺たちを下に見てるからな。俺と父は肩を落とす。すると父が急に顔を上げて、いっそ契約切っちゃうかと明るく言った。俺は慌てて父を止める。いやいや、今ある取引先の中で最大手なんだからそれはできないでしょう。父は腕を組んだ。ああそうか。とはいえこんなことが続くとうちの従業員の負担が増える。本当はもっと対等に付き合えるところがいいんだけどな。父は従業員思いでみんなから慕われている。俺が小さい頃から働いている従業員も多く、俺はみんなから息子のように扱ってもらっていて、なんとも居心地がいい。だからこそ従業員に無理をさせたり、この会社を赤字にしたりはできないのだ。俺は池田に、申し訳ないのですが、急な納期や納品数の変更は今後控えてもらえませんか？うちにも他の納品があるので、そちらの都合にだけ合わせるというのは難しくて。と思い切って言ったことがある。だが、足元を見ている池田は鼻で笑った。契約数が減ったら、あんたらが困るんじゃないの？うちに従えないなら契約切ってもいいし。所詮下請けなんだから、こっちの言うことを聞いていればいいんだよ。そう言われると、俺は何も言い返せなかった。そんな自分が悔しくて、唇を噛みしめる。池田に限らず、俺たちのような工場を下請けだと馬鹿にしてくる奴はいる。工場勤務だとわかると、急に態度を変えて下に見てくる奴もいるくらいだ。でも、俺はこの工場で作られる部品がどれだけ質の高いものなのかも、どれだけ技術が高いのかも知っている。だから馬鹿にしてくる奴は分かってないなと思うことでやり過ごすようにしていた。ある日、池田から電話があり、また無茶な依頼かと思いながら電話を取った。すると、週末父さんの誕生日パーティーがあるんだ。あんたのとこも参加しなよ。と言ってくる。池田の父というと取引先の社長なので、声をかけられた以上参加しないわけにはいかない。俺は父に、でもなんでうちを誕生日パーティーに招待してきたんだろう。というと楽天家の父が、もしかしたら対等の立場で親しく付き合いたくなったのかもな。と笑う。それならいいかと俺は父と一緒に参加することにした。パーティー当日、俺と父は着慣れないスーツに身を包み、会場に向かった。立食パーティーで人がたくさん来ている。普段交流のないような業種の人もかなりいて、
俺は名刺を交換しながら、なんだか楽しくなっていた。父は以前から付き合いのある会社の担当者を見つけたから、挨拶に行ってくるっとその場を離れた。すると、会場の端で困った顔をしている男性がいたので声をかける。どうかしましたか？男性は俺の顔を見て。ああ、いえ、こういう場に慣れてないもので、緊張してしまって。と言った。俺は笑いながら話す。俺もですよ。俺なんて普段は工場で働いているから、スーツを着るのも久しぶりで、ネクタイの結び方がわからなくて戸惑ったんですよね。そう言うと、男性もようやく笑い、実は僕もなんです。と言って名刺を渡してきた。俺も慌てて名刺を渡し、少し話をすると意気投合した。彼の名前はエータ。俺より三つほど年下のようだ。下町の工場で働いているという。エータは急遽参加できなくなった上司の代わりに来たそうだ。緊張していたエータの顔が柔らかくなってきたところで、父が俺を呼びに来た。俺はエータに挨拶をしてその場を離れる。俺は父と共に取引先の社長の元へ向かった。社長、この度は。父が言いかけると、社長は俺たちの頭からつま先に目線を移し、ああ、下請けの連中か。という。その隣にいた息子の池田も笑った。下請けにも父さんの盛大なパーティーの様子を見てもらいたくてな。つまり、池田は俺たちのことを、親交を深めたくて誕生日パーティーに呼んだわけではなく、ただ盛大なパーティーを見せつけたかっただけなのだ。しかも、池田も社長も、すでにかなり酒を飲んでいるようで、顔が赤くなっている。池田は、得意げに社長に言った。こいつらのところは、うちの言うことなら何でも聞くから、下請けってかわいそうだよな。そういう考えだから、いつも納期を早めたり、納品数を変えたり、やりたい放題なのだろう。さすがに、父が口を開く。お言葉ですが、何でもというのは心外です。俺はそれに続いた。いきなり納期を早められるのも困ります。すると、社長はムッとして、何を言ってるんだ、下請けが。誕生日が台無しだ。という。池田は笑った。父さん、だったらこんな下請け、もう使わなければいいよ。その言葉に社長はうなずいた。ああ、そうだな。下請けは帰れ、気分が悪い。俺と父は顔を見合わせて小さくうなずき。じゃあ、帰りますね。という。ああ、帰る帰る。と、池田が俺たちを手で払ってくる。俺と父は躊躇なく背を向けて会場を出た。なんだあの態度。俺は怒る。父も最初は怒っていたが、少し経つと真顔で、よし、もうあそこの契約はこっちから切ろう。と言った。でも何度も言うが、うちの取引先の中では最大手。受注数も一番大きい。それがなくなると、うちの売り上げに響くはずだ。しかし父は、まあ、他の何かを見つけよう。あそこの取引がなくなっても、うちはまだやっていける。それよりも、無茶な要求を飲んでストレスを溜める方が体に悪いだろ。と笑った。俺は、父がそう言うならそれに従おうと思う。その日の夜、知らない番号から携帯に着信があった。誰かと思い電話に出てみると、パーティー会場で名刺交換をしたエータだ。純一さん、大丈夫でした？実はあの後、俺も挨拶に行ったら同じようなことを言われたんですよ。エータは俺たちが会場を出た後の様子を教えてくれた。社長と一緒になって下請け業者を笑う者もいれば、社長の態度に苦笑いし、早めに会場を出た者もいたそうだ。純一さんのところは、
まさか本当に取引をやめるなんてことないですよね。エータにそう言われ、俺は笑った。うちは父が社長なんだけど、その父が取引をやめるって決めたから本当にやめるよ。エータは驚いていた。こっちは社長に報告したところ、まだ結論が出ていないんです。でも、うちも無茶な発注や見下した態度を取られているので、正直なところ関わりたくないんですけどね。エータはため息をつく。池田はどこの下請けにも同じ態度のようだ。エータとしばらく話していると、エータが会って話をしたいと言ってきた。それから3日後、池田の会社から受注していた分を納品する。池田はニヤニヤ笑った。次の納品だが、いつもより早めてほしい。俺はニコリと笑う。お断りします。その瞬間、池田の顔が歪んだ。は？何言ってるんだ？こんな下請け使わなければいいと言ったのは、あなたですよね。俺はパーティー会場での池田の言葉を繰り返す。嘘だろ？あんな冗談気にしてんの？池田は笑い飛ばした。冗談？あれだけ大勢の人がいる前で言っておいて冗談？そっちの方が冗談でしょ。俺は池田よりも笑ってやった。すると池田はいきなり態度を変える。ちょっと待ってくれ。まさか本当に？俺は笑ったまま、こんなことで嘘つくわけないでしょと言ってやる。それは、ちょっと、今から他の下請けを探していたら、うちの納期が間に合わない。池田はうろたえる。知りませんよ。あなたが撒いた種でしょ？池田はすがるように続ける。でも、オタクだってうちとの契約がなくなったら困るでしょ？ここはお互い協力しましょうよ。俺は、その言葉を鼻で笑った。いえ、大丈夫です。下請けとバカにするようなところと付き合うのはもうやめたんで。では、今までありがとうございました。そう言って、俺は厳しそう返す。池田が情けない顔で頭を抱えていた。俺はその足で、とある場所に向かう。純一さん！待ち合わせ場所に着くと、手を挙げて俺を呼んだのはエータだ。他にも何人か揃っていて、俺は挨拶をする。実は、エータから、近所の下町の工場が、農業用のトラクターを開発するから協力してほしいと言われていたのだ。エータの工場も協力しているのだが、どうしても部品が足りず、パーティー会場であった俺の名刺から、うちの会社を調べ、ちょうどいい部品をうちで開発していると知ったらしい。この間、会いたいと言ってきたのはこのことだった。詳しく話を聞くと、うちで作れる部品だったので、話を持ち帰って社長の指示を仰ぐと伝える。早速、会社に戻ってから父にその話をすると。いいじゃないか！と父が言い、協力することがすぐに決まった。その日から、俺はトラクターの開発チームの一員となり、忙しい毎日を送ることになる。半月後、俺がエータと打ち合わせをしていると、携帯が鳴った。相手は池田だ。仕方なく電話に出ると、池田の情けない声が響いた。どうかうちに納品してほしい。この間のことは謝る。他に下請けは見つからないし、父さんには怒られるし、俺を助けてくれ。俺はため息をつく。今まであなたがしてきたのがどういうことかわかりますか？この後に及んで下請けだなんだと言っている人に話が通じてるとは思えません。うちは確かに下請けですけど、結局、うちみたいな下請けが納めなければ困るのはあなたのところでしょ。下請けだから何でも言うことを聞くだなんてバカにしておいて、今更助けてくれ。おかしいでしょ。池田は焦った声を出す。そうなんだが、本当に申し訳ない。取引の金額も上げる。オタクの技術で作る部品じゃないとダメなんだ。だからなんとか。
俺は淡々と事実を並べた。金額を上げればうちが納品するとでも思ってるんですか？そういうところもバカにしてるって言うんですよ。そもそもあなたは父親に怒られたって言ってましたけど、あなたの父親が下請けは帰れとか気分が悪いとか言ったんでしょ。もう取引先じゃないので本音を言いますが、あなたたち親子最低ですよ。そんな考えで経営を続けていって、果たして今後も大丈夫ですかね。うちにとっては大手の取引先でしたが、あくまでそれは地元の中で大手というだけですよね。地元の下請け業者に嫌われたらどうなることか。そう言って笑うと目の前にいる瑛太も笑った。池田は、そこをなんとかと消え入るような声を出す。俺はきっぱりと言った。無理ですね。そして電話を切った。瑛太は、うちにも昨日電話が来ましたよと言う。瑛太の会社も池田のところとの取引をやめたそうだ。あの時のパーティー会場に来ていた人の中には他にも下請け業者はいた。噂は広まっているし、池田との取引をするところはなかなかないだろう。それでも俺にわざわざ電話をかけてきたということは、他に頼めるところもなかったということだ。しかしそれから一週間後、また池田から電話が来たのだ。聞いて驚け。お前のところよりも安い下請けが見つかった。これでうちも安泰だ。今までご苦労だったな。なんという変わり身の速さだ。あんなに情けない声を出していた池田が元の横柄な態度に戻っている。聞けば海外製の部品を使うことになり、しかもうちよりも安いから今までよりも利益が上がるということだった。うちへの納品を断ったこと、すぐに後悔するだろうな。せいぜい潰れないように頑張れよ、下請け工場さん。池田は俺に嫌味を言ってくる。これを言うためだけに電話をしてきたのか。俺は笑った。ああそうですか、それは良かったですね。うちの工場も別件で忙しくなりまして、嫌味を聞く時間なんてないんですよ。それでは失礼します。池田はまだ嫌味を言ってきそうだったが、面倒なので俺はそのまま電話を切った。それから数ヶ月後、トラクターの部品製造が形になり、本格的な商品化に向けて俺たちは動き出す。瑛太に会うと、そういえば池田さんの会社知ってますと言われたので俺はうなずいた。倒産だってな。思わず二人で笑ってしまう。池田の会社は海外製の部品を使って商品の製造を続けていたそうだが、今まで評判の良かった口コミがその時を境に一気に変わった。不良品だった、今までと変わったという口コミが増え、中にはコンセントが焦げたという重大なことも報告されている。これは海外製の安い部品を使った弊害だろう。売上ランキングからもすぐに姿を消した。結局国内の下請け業者も見つからなかったようで、クレームが増える一方、ついに倒産に追い込まれたそうだ。数日後、うちの工場に池田が現れた。スーツこそ今までと同じものを着ているが、ワイシャツはヨレヨレで、武将髭も生え、みすぼらしくなっている。お前らのせいでうちは倒産したんだ！と、大声を出す池田。俺は笑った。違いますよね。下請けを見下してきたツケですよ。ついこの間、これで安泰って言ってたのに。すぐに倒産ですか。池田は悔しそうに唇を噛む。様子を見に来た父も俺の隣で笑いながらうなずいた。あなたのお父さんにも言っておいてください。自業自得だってね。父の言葉に池田は俺たちを睨みつけた。俺は続けてにっこり笑う。今までご苦労様でした。父もにっこり笑って頭を下げると、池田は地面を蹴って、悔しそうな顔のまま去っていった。ちなみに、瑛太の会社には、池田の父親の社長が現れて、同じように文句を言ってきたらしい。謝罪に来たならわかるが、
親子揃って何してるんだか。その後、池田の会社は綺麗さっぱりなくなり、会社の隣にあった家も売りに出されていたから、どうなったのかは誰も知らない。うちの会社は、トラクターをついに商品化し、売れ行きは順調。トラクターの噂を聞きつけた別の業者からも、部品の発注が来るようになり、今まで以上に忙しい。父も、俺の判断は間違ってなかったな。と笑うので、俺も笑ってうなずいた。うちの技術を認めてくれる業者と仕事ができて嬉しい限りだ。これからも最高の部品を作っていこうと思う。お前よく高卒でうちの会社に入れたな。まったく、高卒が部下なんて俺の恥だよ。いつもの通り嫌味を言ってくるのは部長だ。このくらいなら高卒でもできるだろ。そう言って仕事を置いていく。またか。俺はため息をつき、部長の置いていった資料に目を通し始めた。俺の名前はユーマ、26歳の会社員だ。俺は友人の達也が働いているこの会社に転職した。それから3年が経つ。達也は高校時代の友人で、あいつは専門学校を卒業してこの会社に入社。俺は高校卒業していろいろあった後に就職したが、しばらくして達也が会社の人間関係で悩んでいると連絡があった。達也は引っ込み思案なところがあって、高校時代も友人関係に悩むことがあり、比較的社交的な俺は達也を助けたことも何度かある。俺は助けたつもりなんてなかったけど、文化祭や体育祭のイベントも俺のおかげで楽しめたと達也は未だに言うくらいだ。でも助けられていたのは俺の方で、成績の悪かった俺は達也のおかげで赤点を免れていたし、卒業することができた。周りから見たら合わなさそうな俺たちだけど、あいつとはずっと親友だ。そんな達也が会社でうまくいっていないと聞き、その会社で社員を募集しているというので、俺は思い切って面接を受けてみた。大きな会社だし、達也と同じ部署にはならないだろうと思っていたけど、俺は前の会社にさほど愛着もなかったし、少しでも達也の力になれればいいと面接を受けると、見事合格。それを伝えると、達也はとても驚いていた。大きな会社で達也と俺が勤務しているのは支社だ。本社は別にあるが、のんびりしている支店とは違い、本社の雰囲気はギスギスしているそうだ。入社後、俺は達也と同じ部署にはならなかったが、同じフロアの営業部に配属される。休憩中に一人でいる達也のところに行き話していると、次第に周りに人が増えていった。達也は引っ込み思案だけど、知識は豊富だし、話が面白い。達也が今まで悩んでいた人間関係も、俺がきっかけを作ったことで徐々に解消されていった。またユーマの世話になっちゃったな。達也はそう言うが、俺はきっかけを作っただけだよ。達也の周りに人が増えたのはお前の人柄だろ。と言うと、達也は照れたように鼻をかいた。俺は前の会社よりも給料は上がったし、転職したことに不満はない。しかし3ヶ月前、俺に本社へ移動の辞令が出た。すごいじゃないか、ユーマ。達也はそう言うが、今の支社で無難に過ごしていた俺は、出世欲のためにギスギスしている雰囲気の本社への移動は気が進まなかった。でも、ユーマなら大丈夫だよ。それに、本社の方がボーナスも多いって噂だぞ。と達也に背中を押され、とりあえず移動してから考えようと心に決める。本社に移動すると案の定ギスギスしていた。ただ課長だけは俺の面倒をよく見てくれる。ユーマくん、今日は私と一緒に商談に行こう。課長にそう言われて、俺は取引先に同行した。するとその途中で旅行者らしい外国人が駅の前でキョロキョロしている。道でもわからないのかなと課長がつぶやくと、その外国人の男性と目が合った。
男性はこちらに近づいてきて、スマホで地図を見せてくる。どうやら、ここら辺で有名な神社に行きたいようだ。でも、最寄り駅は二つ先だった。課長は拙い英語で説明しようとしているが、男性には伝わらない。俺は間に入って英語で説明した。外国人の男性は、俺と課長に、ありがとうございます、と、片言の日本語で言い、駅に向かう。そのやりとりを見た課長が、ゆうまくん、そんな特技があるなら早く言ってくれよ。と目を丸くした。俺、親戚が海外にいて、高校卒業した後、居候させてもらってたんですよ。でも、英検とか受けたわけじゃないし、履歴書に書けるようなこともなくて。すると、課長は興味津々で、俺の海外生活のことを聞いてきて、ある仕事を任せたいと言ってくる。外資系の会社との商談があるんだ。俺が担当する予定だったんだけど、一緒にやってくれないか？通訳をつける予定だったが、通訳だと特殊な専門用語が伝わるか不安でちょうどいいと思ったらしい。俺は前の会社でも英語でプレゼンをしたことがあるし、お世話になっている課長の力になりたくて、すぐさまうなずいた。その後、たまたま課長や役員と話しているのが聞こえてきて、この案件次第では課長の昇進も決まると言っていた。役員も絡んでいる大きな取引で、もしかしたら俺も臨時ボーナスや昇進があるかもと思っている。しかし、厄介なのは部長だ。部長は、俺が移動してきた時から、死者から来るやつなんて使えないだろう。と、俺を見下している。移動して早々に、君、高卒だって、よく本社に来れたな。せいぜい足を引っ張らないようにな。と言ってきたこともある。俺は、無駄にストレスを抱えたくなくて、こんな人もいるよなぁと、なるべく聞き流すようにしていた。ある日、俺が外資系の会社との商談資料を作っていると、部長が背後から声をかけてくる。君が担当することになったのか。まあ、その案件はどうでもいい案件だからな。そう言いながら笑っている。どうやら部長は、どうでもいい案件だと勘違いをしているようだ。腹は立ったが、部長は課長のことが気に入らないらしく、課長の案件にもよく文句を言っているので、いっそのことを勘違いしたままにしておく方が邪魔されなくていいかもと思い放っておく。俺が言い返さないことに満足したのか、部長は笑いながら立ち去った。そして、ようやく明日が外資系の会社との商談だという日、俺のところに部長がやってきた。明日の商談、君は出なくていいから。え、でも、俺が英語でプレゼンをする予定だったので、それを伝えようとしたが、部長は話を聞かない。君には荷が重いだろう。どうでもいい案件と勘違いしていたはずなのに、部長はどこかで役員が絡む重要な案件だと知ったらしい。課長と俺が担当だったのに、この案件を横取りする気だ。俺は反論しようと思ったが、部長が笑い出す。君は本社にはいらないよ。いきなりそんなことを言われる。君、支社で営業成績がいいからってこっちに来たんだって。でも、こっちでは全く成果を出していないじゃないか。部長はそう言うが、それもこれも部長のせいだ。俺が部長に振られた案件は、いずれも長期の案件だ。本社に移動して3ヶ月で結果が出せるものではない。課長が短期の案件を振ってくれたのに、部長に横取りされたこともある。その度に課長は部長に文句を言ってくれていたが、部長は、俺に逆らうのか、といつも言っていた。ああ、部長、それは。俺は反論しかけたが、部長は俺の言葉を遮った。君はやはり本社では使えない。首か田舎にさせん。どっちか選べ。部長はニヤニヤしながら俺に言ってくる。社内に人はまばらだが、
会話が聞こえているであろう社員は、こちらを見もしないでデスクに向かっている。部長に逆らえば、出世コースから外れるとでも思っているのだろう。課長は外出中で社内にはいないし、この状況がなんだか面倒になってきた。ほら、どうするんだ。部長は言うが、俺はこの人の下ではもう働けない。そう思い口を開いた。じゃあ、やめますね。すると、部長はニヤニヤした笑いをやめて俺を睨みつける。君、根性もないんだな。俺に頭を下げればいいもの。そう言ってくるが、俺には意味がわからない。何に対して頭を下げればいいんですか？俺ははっきりそう言った。部長は、そういうところが生意気だって言ってるんだ！さっさとやめちまえ！と怒鳴る。わかりました。俺はこんな人に絶対に頭を下げたくない。ちょうど定時を告げるチャイムが鳴ったので、俺は荷物を持って会社を出る。帰り道、課長に連絡をすると、課長には謝られ、明日の商談は何とかする。近日中に時間を作るから話そうと言われた。翌日、俺はやることもなく、家にいると会社から電話が来た。相手は課長だ。申し訳ないが、午後に会社に来ることはできるか？そう言われたので、俺はスーツに着替え出社する。会社に着くと、課長に会議室に案内された。そこには腕を組んだ部長が座っている。課長が俺に話し始めた。結論から言うと、今日の商談は延期になったんだ。え？俺が聞き返すと、課長はため息をつく。昨日俺が課長に連絡してからすぐに、課長から部長に連絡を入れたらしい。誰がプレゼンするのかと聞くと、部長がやると言ったそうだ。あんな高卒にできて、俺にできないわけないだろう。部長がそう言ったので、課長はすぐに資料をメールで送ったという。しかし、部長が資料を見たのは商談の直前だった。しかも、なんだこの資料は！と、課長に怒鳴ってきたそうだ。部長は、外資系の会社との商談だとは分かっていたけど、まさかプレゼンも英語でするとは思っていなかったらしい。そこまで課長が説明すると、部長がこちらを睨む。ここは日本だ。商談なんて日本語でするものだろ。その言葉に課長が反論した。だから英語が堪能なユーマ君を担当にしていたんです。だったら事前にそう言うべきだろうが。部長は怒鳴るが、課長は一歩も引かない。私が送った資料を見たら英語でのプレゼンだってわかるでしょ。部長は外語大学ご出身でしたよね。ですから、英語でのプレゼンは問題ないのかと思いましたよ。部長は、俺にできるプレゼンなら、自分でも余裕だと思ったらしく、課長から送られてきた資料を一切見ず、今日出社してから資料を見たそうだ。俺は部長に向かって。部長って、外語大学ご出身だったんですね。でしたら、僕の拙い英語よりも、よっぽど良かったんじゃないですか？と言うと、部長は俺を睨みつけ、無言になった。俺は今まで部長に反論したことはほとんどないが、やめろと言われた身だし、もうどうなってもいい。そもそも、プレゼンの資料を当日に見るなんてどうかしていませんか？それとも部長クラスになると、資料をパッと見ただけでプレゼンができるのでしょうか？今まで見下されてきたので、俺は嫌味を言ったが、部長は無言で睨んでくるだけだ。俺は続ける。あの資料は僕と課長が必死に作成したものです。僕は以前の会社でも英語での商談を経験していて、ビジネス英語も自分で勉強していたので、今回のプレゼンでも活かせるようにきちんと作っていました。それを前日にわけのわからない理由で会社を辞めろと言われて、手柄を取るような真似をされて気分がいいはずがありません。
そこで、ようやく部長が口を開く。うるさい！部下の仕事を上司である俺が引き継いで何が悪いんだ？その言葉に、俺は反射的に反論する。でも、引き継ぎできていませんよね。商談を延期にしたくらいだし。すると、部長は黙り、課長は俺の隣で笑いをこらえた。なんで延期にしたんですか？少なくとも、外語大学ご出身ならそれなりのプレゼンはできますよね。それに答えたのは課長だ。私もそう思ったんだが、部長が一方的に延期の連絡をしてしまってね。先方への印象も悪いし、もうこの商談はダメかもしれない。俺は浮かび上がった疑問を思わず口にしてしまう。部長、本当に外語大学のご出身なんですか？そう言うと、部長の顔が青ざめていくのが分かった。俺は課長と顔を見合わせて。まさか、学歴詐称なんてことはないですよね。と言うと、部長の顔色はどんどん悪くなっていく。部長？俺と課長はその顔を覗き込むと、部長は勢いよく立ち上がり、テーブルをバンと叩いた。うるさい！そう言ってドアに向かっていったので、俺はその前に立ちはだかる。俺のことを散々高卒だって見下してきた部長の学歴、すごく気になるんですけど。外語大学ってどこのですか？もしかして英語ではない語学を学ばれていたんですか？だとしたら何語なんですか？俺が一気に問い詰めると、部長は目をそらす。課長は、俺を止めることもせず、苦笑いしながら見ていた。きっと、課長も日頃の鬱憤が溜まっているのだろう。部長は意地でも口を開かない。その様子を見ていた課長が、そもそも、大学は出てるんですか？と言った。すると、部長は反射的に口を開く。当たり前だ！そこは本当だ！そう言うと、部長は、しまったという顔をする。ああ、そこはって言っちゃったよ。俺は思わず笑えそうになったが、なんとか抑えていった。じゃあ、外語大学だったんですか？部長は小さく首を振る。え、違うんですか？課長が追い打ちをかけるように言った。部長は小さな声で。私は、大学を卒業している。という。結局、どこの大学かはわからなかったが、俺と課長は、情けない顔で口を開かなくなった部長を置いて、会議室を出た。その後、俺は課長の計らいで、取締役と面談をすることになる。どういう経緯があったのかを説明するべきだと、課長が言ったからだ。面談には課長も同席してくれて、部長から言われたこと、今回の商談の件を話す。実は、今回の商談のパイプ役となっていたのがこの取締役だったので、勝手なことをした部長に取締役は激怒した。この時に初めて知ったけど、部長は社長の遠縁の親戚らしく、骨入社だったそうだ。だから今まで注意をする人もいなかったそうだけど、部長の実態を知った取締役は処分を検討すると言ってくれた。俺のことについても課長は、本人の気持ち次第ですが、私としては優馬くんは優秀なので、ぜひこのまま働いてほしいと思っています。と進言してくれる。でも、俺は正直なところ、あの部長の下ではもう働きたくない。その気持ちを取締役にも伝え、部長の進退と俺の雇用についてはしばらく保留になった。その日の夜、達也から連絡が来る。ユウマ、こっちの支社でも噂になってるぞ。一体どうしたんだよ。達也に余計な心配をかけたくなくて、俺はこの件を伝えてなかったけど、どこから漏れたのか、達也は噂を知っていた。
どうするか決めたら連絡すると達也に言って電話を切る。数日後、課長から連絡が来て、部長は降格処分、俺は支社に戻る案が出ているという。達也くんって前に言っていた友達だよな。課長には俺が入社した経緯を話したことがある。その時に言ったことを覚えていたようだ。達也くんが本社に乗り込んできたんだ。課長がとんでもないことを言うので、俺はどういうことなのかと聞いた。すると達也と支社の人たちが本社に行き、ユーマは必要不可欠な人間だ、本社でそんな扱いなら支社に戻してほしいと訴えたそうだ。しかもそこには支社長もいたらしい。ユーマくんはどうしたいと課長に聞かれ、俺は悩んだが支社に戻る選択をした。課長とは時々連絡を取っていて、元部長は他にもパワハラや空残業の実態が暴露され、平社員に降格、減給処分になったそうだ。ちなみに誰に聞いたのか知らないが、元部長は外語大学に入れず地元の三流大学を出ただけだったらしいと課長が教えてくれた。学歴詐称をしていたのかはよくわからないが、きちんと学歴を訂正しておけばこんなことにならなかったのに。確かに大卒ではあるんだけどな、と課長が笑っていた。それから元部長は課長の部下になったらしいが、あまりにも仕事ができず今度田舎への左遷が決まったらしい。これが因果応報というやつか。俺は支社に戻り、あの外資系の会社の案件は支社で引き継ぎ俺が担当することになった。プレゼンはうまくいき、支社の業績は上がっている。仕事も楽しいし、人間関係もうまくいっている。俺は達也に、そういえばお前が本社に乗り込んだって聞いて驚いたよ、ありがとな、と言うと、達也は照れたように鼻をかいた。部長、この案内間違ってますよ。俺は内定者を送るメールをチェックしていた時、間違いに気づいた。これは部長から直接振られた案件なので、俺が部長に確認に行くと、部長はめんどくさそうに言う。ああ、そんなのお前が直せよ。相変わらず仕事が遅いな。そのくらいさっさと終わらせろ。これが数週間前の出来事だ。俺の名前は安彦、30歳の会社員だ。俺は小学校から高校までエスカレーター式の私立に通っていて、そこで知り合った彼女とずっと付き合っている。つい最近結婚が決まったばかりだ。俺は自他ともに認める細かい性格で、文章の間違いやプリントミスをよく見つけてしまうタイプだ。それを丁寧な仕事と言ってくれる人も多く、会社では一応出世ルートに乗っていると思う。しかし上司である部長とはうまくいっていない。俺とは性格が真逆で、部長は大雑把すぎる。でも部長は口がうまく、人に取り入るのがうまい。上司に気に入られて出世しているようだ。ただ部下からの信頼は皆無。人を使うのも下手で、俺はよく部長と部下の板挟みになっている。ある日、部長が俺に話しかけてきた。お前、結婚が決まったって本当か？ニヤニヤとしながら言ってくる部長。俺がそうですと答えると、お前なんかと結婚するなんてどんな女なんだろうな。どうせモテない同士、年齢に焦って結婚しなくちゃって決めたんだろう。やだね、そんなの。すぐ離婚するぞ、と言ってくる。俺は彼女のことをバカにされて頭にきた。そういう部長はいつまで独身なんですか？部長はもう40代後半である。俺はモテるからな。いつでも結婚できるし、最高の女を選んでるところなんだよ。最近は受付の子にアプローチされてるんだ。と言って勝手に話し始めたが、受付嬢が笑顔で対応するのも挨拶をするのも普通のことだ。
それを自分に気があると思っているらしい。部長は、ことみちゃんって言ってな、俺のことを意味ありげに見てくるんだよ。と勘違い発言を繰り返した。部長はその後も彼女のことを話し始める。俺は本当のことを言うべきか迷ったが、結局やめて、急ぎの仕事を残ってるんで、と言って部長に背を向けた。部長は昔から俺のことが気に入らないようだ。もともと性格が合わないというのに加え、大雑把な部長の資料は数字が抜け落ちていたり、言葉がおかしかったりして、俺がそれを指摘していたら、生意気だと言われるようになった。何かにつけては俺を馬鹿にしてくるが、俺はあんまり相手にしていない。上司なので業務上の指示は聞くけど、世間話で部長を立てないといけないとは思っていない。それに部長はよく気分で部下を怒鳴りつけることもあるので、俺はそれが許せず間に入ることもある。正義の味方ごっこかよ。と言われたこともあった。そんなわけで部長は少々厄介な存在なのだ。数週間前、俺はいきなり部長から内定者への通知を任された。どうやら部長が部下に仕事を振り忘れていたようで、そのミスを悟られないよう、途中まで部長自らメールを作成していたようだが、めんどくさくなったらしい。明日までにやっとけよ。と無茶を言われる。仕方ないので他の仕事を後回しにして部長が途中まで作成していたメールを開く。いつものように誤字脱字もあるし、内定式の内容も別の資料に書いてある日時と違うし、確認のために部長に話しかけたら仕事が遅いと怒鳴られる始末。俺はため息をつきながらも、なんとかその日のうちに仕事を終わらせた。内定式も無事に終えると部長が、懇親会を企画しろ、内定者は40人だからよろしくな、と言ってくる。場所はここでどうだ。部長は会社の近くのレストランのホームページを見せてきた。そこは俺もよく知っている店で、なかなか予約が取れないが評判のいいレストランだ。部長は日時も指定して予約を取っておくようにと言ってくる。でも、ここって結構値が張りますよ。それに予約も取りづらいって言うし、いきなり大人数の予約なんて。そう言うと、部長はにやりと笑って。だからそこにするんだよ。そんな予約の取れない店で懇親会なんて、内定者の心もつかめるだろ。そうすればみんな俺についてくるじゃないか。と言った。部長の言っていることはわからないでもない。でもみんな自分についてくるってことは、俺がお膳立てしたことは内緒にして、部長が予約をしたことにするのだろう。俺は呆れてため息をつく。予約してみますけど、取れなかったら別のところも考えておきますね。そう言っても、部長は絶対にそこにしろの一点張りだ。逆らっても無駄だと思った俺は、はいはい、と言って話を切り上げた。数日後、俺は部長に言われたレストランの予約が取れたことを伝える。絶対に予約を取っておくようにと言っていたのに、いざ取れたと伝えると、ああ、そうか、と微妙な返事をされた。無理を言って予約を入れてもらったので、時間厳守になりますから、よろしくお願いしますね。予約が取れなかったと報告する俺を罵倒することを楽しみにしていたのかもしれない。俺は内心、部長に勝ったと思った。しかし、懇親会の当日、とんでもないことが起こる。懇親会の日、俺は仕事を早めに切り上げ、準備のため先に一人でレストランに向かった。今日は無理言ってすまない。本当にありがとう。レストランのオーナーシェフに挨拶すると、彼は笑う。
安彦の頼みだからな。まあ、その日はたまたま、俺の知り合いの団体の予約が入っていたんだけど、他の空いている日でいいって言ってくれたから、タイミングが良かっただけなんだけど。実は、この店のオーナーは俺の同級生。昔から仲が良く、うちの会社の近くに店をオープンすると聞き、オープン当初から何度か彼女と来たこともある。彼女も同級生だから、結婚するときはうちの店で二次会なんてどうだとオーナーが言ってくれていた。オーナーと談笑していると、懇親会の10分前になった。それなのに店の外には部長も内定者の姿も見えない。時間厳守と言っておいたのに、遅れる気だろうか。俺は部長に電話をしてみようと思いスマホを出すと、ちょうど部長から電話が来た。部長、何やってるんですか？時間厳守って言いましたよね。すると部長は悪びれもなく、相変わらずお前は細かいなという。さらに部長は続けた。今会場に向かってるんだけど、そこをキャンセルしといて。え？俺は部長が何を言ってるのか一瞬わからなくて、眉を潜めて聞き返す。だからそこキャンセルな。安い店に変えた。部長はとんでもないことを言い出した。ちょっと待ってください。部長がここにしろって言うから無理言って予約を入れてもらったんですよ。それに当日のキャンセルなんて、キャンセル料だってかかるんですよ。すると部長は笑いながら言う。じゃあ全額お前の自腹な。お前が店に土下座しておけ。慌てる俺に、隣にいたオーナーが落ち着けとアイコンタクトをしてきた。俺は一度深呼吸をし、部長、別の会場にするのはいつ決めたんですか？俺に恥をかかせるために俺に言わなかったんですか？と部長を問い詰める。部長が電話越しに笑っているのが聞こえてきた。するとその時、レストランに一人の男性が入ってくる。俺が電話をしながら男性に向かって会釈をすると、オーナーが彼に駆け寄る。状況を説明してくれているようだ。部長は、お前生意気すぎるんだよ。恥でもかけば反省するだろう。お前みたいな細かいやつめんどくさいだけだな。こんなのと結婚するってどんな女だよ。めちゃくちゃズボラな女なのか。ここにいる内定者もお前みたいなのより俺についてくるってよ。と言って笑う。俺は内定者にきちんとレストランで懇親会をする旨をメールで伝えている。それなのに、どうしてと思っていると、部長はペラペラと喋り出した。お前を困らせるために場所を変更したんだよ。俺がメールでレストランの件は間違い、居酒屋が会場だって伝えたんだ。さっきも懇親会はあのレストランが良かったとか言われたから、あれはお前が見栄を張ってやったことだって伝えたら、そんな先輩は嫌だってよ。今は全員俺の味方だぞ。部長も部長なら、内定者も内定者だ。俺は一言、では全員内定は取り消しで、という。え？部長は笑うのをやめたが、一瞬の間の後また笑い始めた。何言ってんだよお前。社長にでもなったつもりか？バカじゃねえの。すると次の瞬間、俺の隣で話を聞いていた男性が口を開いた。私がそう判断した。特徴的な渋い声の男性の正体は、うちの会社の社長だ。え？部長は電話越しでもその声の正体に気づいたらしい。社長！慌てて
大きな声を出す部長。俺は部長に向かって言った。社長が来てくださるとおっしゃっていたので、場所と時間をお伝えしていました。でも、僕は会場の変更を知らなかったので、社長が今こちらに到着したところです。そう言うと、社長が電話を切るように促したので、俺は電話を切った。社長は俺に、こんなことになっているとは、把握していなくてすまなかった。と言う。安彦くんは私にあまり話してくれないからな。と笑う社長。実はこの人は社長でもあり、俺の婚約者の父親でもある。昔から知っているのでよくしてもらっている。ちなみに婚約者の琴美はうちの会社の受付嬢だ。社長もこのレストランを何度か利用しているし、オーナーとも顔見知り。部長だけが蚊帳の外というわけだ。数分後、部長が青ざめながらレストランに入ってきた。どうやら変更した会場はすぐ近くの居酒屋だったようで、俺に電話を切られて慌ててこちらに向かってきたようだ。部長は社長に向かって土下座をした。申し訳ありません、社長がいらっしゃるとは。そう言うと社長は、謝る相手が違うだろう。と一括、部長は焦り始めた。俺は部長に、こちらがこの店のオーナーです。僕の同級生で、今回も無理を言って予約を入れてもらいました。というが、部長はおろおろするばかり。その様子に頭に来て、俺は、謝るなら迷惑をかけた相手ですよね。部長が勝手なことをするからお店に迷惑をかけているんです。俺に恥をかかせたいだけなら、他人を巻き込まない方法でやってください。と言った。部長は聞いているのかいないのか、俺の言葉を無視するように社長を見る。どうして社長が？それを聞いた社長は口を開く。安彦くんはな、未来の息子なんだよ。部長はあまり意味が分かってないようで首をかしげた。社長が続ける。君は安彦くんのことだけではなく、私の娘のことまで馬鹿にしていたな。部長は、ようやく意味が分かったようで、顔面蒼白になった。俺は、部長に向かって言う。知りもしない俺の婚約者のことまで馬鹿にするのは失礼ですよ。まあ、部長も知っている人ですけどね。ただ、部長は勘違いしてますけど、琴美は部長のことなんて何とも思ってませんから。最近部長がしつこく連絡先を聞いてくるって迷惑していたので、やめてもらえますか。すると、部長はあたふたし始める。琴美ってあの受付の？あの子がお前の婚約者？なんだよ俺に色目使いやがって！そう言うと、部長は、はっとして自分の口を押さえ、社長の方を恐る恐る見た。社長は思いっきり部長を睨んでいる。俺は、琴美は部長のことなんて眼中にありませんよ。と言い続けた。それはともかく、今日のレストランのキャンセル料、部長に支払ってもらう形でいいですよね。と念を押す。俺はオーナーを呼んで請求書を出してもらった。それを見て部長は、ふざけるな、どうして俺が、こんな金払えるか！と怒り出す。そうこうしていると、内定者がぞろぞろと店の外に来て、部長の情けない姿を見ていた。それに気づいた部長は、オーナーに向き直る。おい、今から、ここを使ってやるぞ。だから、金は払わん。早くテーブルの用意をしろ。その上から目線な態度に、
俺はいい加減にブチ切れた。部長、何ですかその言い方は。こちらが無理言って予約入れてもらったのに、部長が勝手にキャンセルをした。このために食材の仕入れや人員の確保をしてくれているんですよ。まずお店に謝ってください。しかし部長は断固として譲らない。オーナーもその部長の態度に頭に来たようで。あなたのせいだということが分かったので、店としてあなたへの損害賠償請求を検討します。と冷たく言った。すると部長は慌てて、だから、今から使ってやるって言ってるだろ。と言う。俺は、食材を無駄にできないからと、インターネットで告知をして、いつもと違うメニューで他のお客さんに提供を始めたんですよ。予約の取れない店に入れるっていうので、お客さんはすぐに集まりました。だから、俺たちが食事をするような場所はありません。それに、使ってやるなんて上からの言い方、いい加減にやめた方がいいと思いますよ。と怒った。これ以上ここにいては迷惑なので、俺は部長を連れて店を出る。キャンセル料はひとまず立て替えると社長が言い出したが、オーナーに断られた。その後、オーナーと連絡を取ると、店から部長へ損害賠償請求をすると言われる。オーナーはすぐに動き、部長に損害賠償請求をしたそうだ。俺は部長に呼び出された。なんだこの請求は、お前の友達なんだろ、なんとかしろ。部長は激怒していたが、俺はひるまない。むしろ友達だからだと思いますけどね。部長みたいな非常識な人が増えていて困ってるらしいですよ。少しでもそういう人を減らしたいと言っていました。それと社長から伝えておいてと言われたんですが、部長にはそろそろ辞令が出るそうですよ。はあ！部長はうろたえた。訴えられてないだけで、部長のやっていることは部下へのパワハラ、受付嬢へのセクハラです。社長はそれを重く受け止め、部長を降格、異動処分を検討しているとか。すると部長は、俺は役員に気に入られているんだ。そんなことにはならない。と言い出したので、俺は伝える。その役員の方、部長の件で責任を感じ退職することになったそうですよ。そう言うと、部長は膝から崩れ落ちた。レストランへの損害賠償、きちんと支払ってくださいね。俺はそう言って、部長を置いてデスクに戻る。もう逃げられないと思ったのか、レストランにはきちんと損害賠償が支払われたそうだ。ちなみに、居酒屋も結局キャンセル扱いになったので、部長はそちらからも損害賠償を請求された。その日の夜、婚約者のことみに電話をすると、よかった。あの人普通に挨拶しているだけなのに、連絡先聞いてくるし、食事に誘ってくるし、困ってたの。断ってるのにしつこくて、でも分かってくれたならよかったわ。と言った。後日、遠方の支店に平社員として移動が決まった元部長は、恨めしそうな顔で俺を見ながらデスクを整理している。その後、そのデスクに座ることになったのは俺だ。昇進して、ますます責任のある立場になるけど、今まで以上に気合を入れて頑張ろうと思う。ちなみに、平社員として働く元部長は、そのプライドの高さか、年下上司の言うことが素直に聞けず、社内のトラブルメーカーに。数ヶ月後、元部長は自主退職したらしいが、その後のことは知らない。俺が新しい役職にも慣れた頃、新入社員が入ってくる。内定者たちは社長の意向で真剣に謝罪した人だけを採用した。今でもあの懇親会の話が出ると、内定者たちは俺に向かって謝ってきてくれる。そして新生活が落ち着いた頃、俺は長期休暇を取った。海外で挙式するためだ。
派手なことはしたくないという琴美の意向で、親族のみの挙式をすることにした。帰国したら、あのレストランでパーティーをする予定だ。パーティーの準備、バッチリしておくからな。と、レストランのオーナーから連絡があり、今から楽しみにしている。ちょっとお父さん来て、何よこれ。私は畑を見て絶句してしまった。丹精込めて育てた野菜がごっそりとなくなっていたのだ。駆けつけた夫も絶句していたが、中3の娘は違った。犯人には痛い目を見てもらわなくちゃ。お母さん、反撃返したよ。娘の言葉に闘志が湧いてくる。そうね。情けない姿を娘に見せている場合じゃないわ。私の名前はあゆみ。夫と中学3年生の娘と3人暮らしだ。以前は会社員をしていたが、今は農家をしている。10年前に義父が倒れたことをきっかけに、義父の畑を継ぐことになったからだ。義母は夫が大学生の時に他界しているため、畑を守るのは私たちしかいない。大根、スイカ、さつまいもなど季節に合わせた作物を収穫している。住宅地に囲まれている私たちの畑は、この辺りでも大きい方だ。10年前は他の畑も多かったが、今はマンションが建っている。農家の高齢化が進み、後継者不足のため、畑を維持できなくなった。そうして畑は売りに出されるようになったのだ。新たなマンションが建つことで街並みも様変わりした。昔はご近所さんとの関わりが多く、地域のつながりも強かったが、今では一部の人としか交流がない。我が家は地主ではないのだが、広い畑を持っているからか、新たなマンションの組合長が挨拶に来ていた。片桐という男性組合長は、昔から住んでいる人の迷惑にならないよう、マンション内の人にも徹底して言っておきますから。そう言ってくれたので、安心したことを覚えている。たまに若者がマンション前でたむろしているので、治安が悪くなるのではと不安だったからだ。そして、その不安は的中することになる。あゆみ、また作物がなくなっていたよ。朝の収穫に出ていた夫からため息とともに報告を受けた。また?鳥や動物が持っていけるわけないし、泥棒が入ったとしか考えられない。防犯カメラをつけるべきじゃない?野菜泥棒に悩んでいる私はそう提案した。最近、収穫直前の作物が何度も盗まれることがある。対策として、まずは看板を立てた。野菜泥棒を見つけたら即座に警察へ通報すると書いてある看板だ。しかし犯人は、看板を見ていないのか、見ていても無視しているのか、盗みをやめようとしない。まだ何十万って被害があるわけではないからな。防犯カメラをつける方が金がかかるかもしれない。被害額が大きくなったら考えなきゃいけないけど。夫は、とうなっている。警察に相談したところで、毎日パトロールしてくれるとは限らない。盗まれた証拠がなければ、捜査すらしてくれないかもしれない。すると、私たちの話を聞いていた娘のリサが、口を挟んでくる。お母さんたちが一生懸命育てた野菜を泥棒するなんてひどすぎる。このまま気づかないふりしてたら、味を占めてもっと取られるかもよ。カメラつけないんだったら、私が24時間監視するから。家族思いで、正義感が強いリサ。思えば、この子が幼稚園の頃に会社を辞めて農家を継いだんだっけ。私はリサが小さかった時のことを思い出す。好き嫌いが多かったリサだが、育てた野菜を食卓に出すようになってから、もりもりと食べるようになってくれたのだ。お母さんとお父さんが育ててくれたから美味しいんだよ。この言葉を聞いてから、私は農家という仕事に対してさらに誇りを持つようになった。楽しみにしてくれる娘のためにも、消費者のためにも、
丹精込めて誠実に野菜を育てていこうと決心したのだ。そんな大切な野菜が盗まれたのだから、もちろん私だって怒りを感じる。あなたは受験生なんだから、監視なんてダメよ。でも、代わりにお母さんがちゃんと見張るからね。私がそう言うと、夫も一緒にやると言ってくれたのだ。こうして私と夫は、交代で朝晩と監視することにした。何度も盗まれるのは道路沿いに面した場所。またそこに来るだろうと目を光らせた。監視は一週間続けたが、その間に作物が盗まれることはなかった。結局犯人は分からずじまいだったが、盗まれなくなったので結果オーライだ。お母さんたちが監視してたから諦めたのかもね。二人の粘り勝ちだね。嬉しそうな娘を見て、私と夫も嬉しくなる。正直言うと、この一週間は辛かった。深夜の監視は交代とはいえ、収穫に追われて体はクタクタ。ようやくゆっくり眠れると安堵したものだ。しかし、その数日後、またもや作物が盗まれることになる。ちょっとお父さん来て。何よこれ。私は早朝に畑を見に行って絶句してしまう。そこにあるはずの作物がごっそりなくなっていたのだ。今日で収穫が一段落するはずだった春キャベツだっただけにショックがでかい。私も夫も衝撃のあまり言葉が出なかったが、娘は違った。泣き寝入りしている場合じゃないよ。犯人には痛い目を見てもらわなくちゃ。お母さん、反撃開始だよ。自分もショックなはずなのに、リサはけなげに励ましてくれる。私は情けない姿を娘に見せていられないと、闘志が湧いてきた。リサの言う通りだわ。メソメソしていられないわね。まず、やはり防犯カメラを設置することに決めた。また、盗みに入ることがあれば、今度こそ犯人を特定できる。だが、娘はそれだけでは気が済まないらしい。カメラがあれば、これからの犯行は止められるけど、今までの罪はしらばっくれる可能性があるでしょ？お母さんたちを悲しませたのに、そんなの絶対に許せない。いろいろ調べたんだけど、この球根を植えようよ。きっと犯人が取ったら痛い目に遭うと思うんだ。泥棒に切れたリサは、スマホの写真を見せてきた。そこには、水仙の花が写っている。水仙？それは花だし、毒があるから食べられないわよ。私は、リサの考えがわからず、頭にハテナが浮かんでしまう。水仙の茎とニラって似ているよね。毎年、誤食で食中毒になる人がいるってニュースで見たし。花が咲く前の水仙なら、ニラと間違えて食べちゃうんじゃない？そこまで聞いて、リサの考えていることが分かった。つまり、ニラの近くに水仙を植えて、あえて泥棒に食べさせようと考えているのだ。ニラなら、ちょうど道路沿いに近い畑で育てているし、玄関近くには水仙が生えている。ニラの収穫時期に合わせて、この水仙を移植しようとリサは言っているようだ。ニンニクの香りが強いニラと間違えるだなんて思えないが、犯行が夜中であれば違いに気づかない可能性もあるだろう。水仙は有毒植物で、食べると嘔吐や頭痛が起こる。確かに、泥棒が食べれば痛い目を見ることになるかもしれない。だけど、水仙を食べて亡くなった方もいるだろう。もし、泥棒が高齢者で、万が一亡くなるなんてことになったら。夫は、リサの提案に、あまり乗り気ではない様子だ。すると、リサは探偵のように語り出した。私の予想だけど、犯人は高齢者じゃないと思う。隣町に住んでいる友達の近所でも、
うちと同じ頃に泥棒が入ったんだって。そのやり方がうちとそっくりなんだ。リサの話によると、まず味見をするかのように少しだけ取っていくという。そして数日後にごっそり持っていくのだ。さらに犯行場所は車が通りやすい道路沿いというのも同じ手口だった。多分味見をしてからインターネットで売ったりしているんじゃないかな。調べると匿名で販売している怪しい人とか出てくるから。そう言ってリサは再びスマホを見せてくる。画面に映っていたのは段ボールに大量に入った野菜や果物。しかし、どこで育てたかなどは書いておらず、破格の値段で販売されている。高齢者だったら自分とか家族が食べる分くらいしか取らないと思う。こんなにごっそり持っていくこの泥棒は金目当てでやってるんだよ。そんな人少しくらい痛い目見ないと同じことやるに決まってる。リサの熱弁に私も夫も驚いてしまった。泥棒が入ったと知ってから色々と調べてくれたのだろう。最初はリサの提案に及び腰だった夫だが、彼女の熱弁を聞いてから考えを変えたようだった。水仙を植えるのは以前盗まれた道路沿いだけにして、間違って出荷しないよう細心の注意を払うこと。それを必ず守ると徹底するならやってみようと言い出した。私は泥棒とはいえ誰かを騙すことに少し気が引けたものの、このまま泣き寝入りしたくない気持ちも大きかった。それに泥棒が入ったのはうちだけではないと聞いて、どうしても犯人を捕まえたいと思ったのだ。もしも本当に食べるだけでなく不正に販売しているとしたら、さらに許せない。店から物を盗むよりも畑から盗む方が罪悪感が少ないのだろうか。せいぜい厳重注意で済むだろうと考えている犯人には私たちがお灸を据えてやろう。ニラと見分けがつかない立派な水仙を植えてやろうじゃないか。こうして私たちは道路沿いの畑にこっそり罠を仕掛けることにしたのだ。そんなある日、久しぶりに片桐と奥さんが訪ねてきた。知り合いの畑に泥棒が入りまして、ごっそり取られたとか。そんな話を聞いたものだから、うちも何度か泥棒に入られたと話した。すると、片桐はなんてひどい話だと怒ってくれた。防犯の意味も込めて、有志の人間を募ってパトロールしようと思います。片桐の申し出に感謝の気持ちでいっぱいになる。今までの被害をきちんと計算したら、それなりの額になったため、警察に被害届を出していた。だが、カメラ映像などの証拠がないため、犯人の特定は難しいと言われた。警察もパトロールはできるものの、不定期にしかできないそうだ。もし、有志の方々でパトロールしてくれたら、犯罪の抑止になるだろう。すると、片桐の奥さんが、こんな提案をしてくれる。私がシフトを組んで、息子も入れてパトロール隊を管理するわ。30代の息子さんは同居しており、体調を崩してから休職中だとか。一度だけ見かけたことがあるが、背の高い人だと思ったものだ。私が感謝の言葉を伝えると、同じ地域の仲間ですから、と笑顔を見せてくれた。そろそろニラが収穫を迎える時期なので、泥棒がやってくるのももうすぐだろう。まさか、泥棒を待ちわびる日が来るなんてな。夕飯後、夫が苦笑いしながら冗談を飛ばした。私もリサも、そうだね、と笑い合う。そしてこの夜、予想していた事態が起きたのだ。ニラと水仙がなくなってる！朝起きると、リサが畑から走ってやってきた。確か昨日は有志のパトロールが休みの日だったはず。犯人はなぜパトロールをしていない日だと分かったのだろう。
そんなことを考えながら慌てて見に行くと、ニラが一部刈り取られていた。こちらの思惑通り、ニラだけでなく水仙も一緒になくなっている。ごっそり取っていない様子からして味見分なのだろう。カメラを確認してみよう。犯人が映っているはずだ。夫の言葉にハッとし、カメラを確認することに。映像内で背の高い男が畑に侵入していることが確認できた。すると助手席から女性らしき人が降りてきて、刈り取ったニラを車に積んでいる様子が映っている。確実に犯行現場を抑えるため、犯人から見えにくい場所に設置した防犯カメラ。犯人はカメラの存在に気がつかないのか、堂々と犯行に及んでいた。え、この人って。私は驚いてしまい、思わず口に手を当ててしまう。夫も映像を見ながら厳しい顔をしている。その夜、サイレンが聞こえてきたため外を確認すると、マンション前に救急車が止まっていた。担架で運ばれていたのは片桐だった。後日お見舞いとして家に伺うことを決めた私と夫。私たちが帰ってこなかったら警察に連絡してちょうだい。私はリサにそうお願いをして、念のためボイスレコーダーを持っていくことにしたのだ。そしてニラを盗まれてから1週間後、片桐の家を訪問した。リビングに通された私はこう質問したのだ。担架で運ばれていたのを見ましたが、何かあったのでしょうか。ああ、妻がもらってきたニラに水仙が混じっていましてね。まさか泡を吹いてそっとすることになるなんて思いもしませんでした。私はたくさん食べたので症状が重かったんですが、妻と息子は軽症でよかったですよ。片桐の返答を聞いた私は夫にうなずくと一気に話す。そのニラって私たちの畑のものじゃないですか。泥棒対策に水仙を植えていたんです。防犯カメラを見て驚きましたよ。奥さんと息子さんが映っているんですから。は？片桐は何のことだかわからないという表情をしている。カメラの映像だけでも十分な証拠になるが、水仙で食中毒になったというのだから、この家の人間が犯人なのは間違いない。すぐに警察に行ってもよかったのだが、人のいい片桐が犯人だとは思えず、まずは話を聞きたかったのだ。何も知らない様子からして、片桐は窃盗に関わっていないのだろう。となると、犯人はキッチンで青ざめている奥さんだ。これまでも野菜を盗んでは勝手に売りさばいていたんですか？パトロール隊を管理している奥さんなら、盗みに行く狙い目がわかりますもんね。私が奥さんに向かって言うと、あからさまに目が泳ぐ。売りさばいていた証拠などない。だが、奥さんの反応からして、娘の予想通りのようだ。この辺りで窃盗していたのは、お前たちだっていうのか？何も知らなかった様子の片桐が、怒鳴っている。観念した奥さんは、逆切れを始めた。わざと水仙を食べさせるなんて犯罪だわ！それに、少しくらいなくなったって困らないでしょう。どこかの誰かが安く食べられるんだからいいじゃない。とんでもない言い分に私もブチ切れる。自分の畑にニラと水仙を植えただけよ。無断で盗んで食べたのですから自己責任です。あなたは野菜が勝手に育つとでも思っているの？私たちが丁寧に愛情をかけて育てているから美味しい作物になるのよ。簡単にできるだなんて思わないで。私の言葉におじけづいたのか、次に奥さんは片桐に怒りをぶつける。そもそもあなたが早期退職して組合長なんて金にならないことをやるから悪いのよ。老後が心配でお小遣い稼ぎするしかなかったんだから。
お小遣い稼ぎが窃盗だなんて聞いて呆れる。奥さんは協力しないと家から追い出すと息子を脅していたようだ。盗んだ野菜のおかげで食費は浮くし、お小遣いも手に入るため一石二鳥だと考えたという。ニュースで盗まれた作物が無断で売られていることを知って、自分もできそうだからやったと開き直って自白した。大量に盗んだ野菜はレンタル倉庫に隠しているという。そのため片桐は気がつかなかったのだ。これは立派な窃盗罪です。あとは警察で言い訳を聞いてもらってください。通報はしないでお願い。私に泣きついてきたが、もちろん被害届を下げるつもりなどない。いいえ、通報してください。片桐がはっきりと言った。旦那さんも了承しているようなので、これから防犯カメラ映像を警察に届けに行きます。今度は夫がそう言うと奥さんは泣きじゃくっていた。きっと私たちの件だけでなく余罪が追及されるはずです。覚悟してください。私はそう言い残し片桐の家を出る。奥さんが反響欄になりながら私たちの名前を叫ぶ声が外まで聞こえる。すると何事かと住人がゾロゾロと出てきた。泥棒、警察などの言葉が玄関外まで聞こえていたので察した人もいるのだろう。住人たちはひそひそと噂をしながら片桐の家の玄関を指さしていた。その後のことは謝罪と迷惑料を渡しに来た片桐から聞くことになる。証拠と本人が自白したことで奥さんと息子は逮捕された。しかし息子は母親に強いられたと犯行を否定しているらしい。この事件をきっかけに親子の関係性は完全に崩れたことだろう。片桐は離婚を言い渡すとマンションを離れた。たとえ奥さんがこのマンションに戻ってきたところで周囲から白い目で見られることに違いない。家族からも社会からも見放された彼女が今後どう生きていくのかは知らない。ただ悪質な事件性から起訴されることは間違いないようだ。ほら、私の推理は当たっていたでしょ。ことの顛末を聞いたリサは誇らしげに胸を張る。結局リサの提案のおかげで窃盗犯を捕まえることができた。これで大切な作物が盗まれることはなくなるはずだ。私たちはこれからも娘や消費者のため誠実に野菜を作っていこうと思う。結婚はお断りしよう。私がきっぱり言うと父はポカンとした。おい、さっきまで和やかに話していたじゃないか。何が不満なんだ。私は逆に父の言葉に驚く。お父さん、何も気がつかなかったの？てっきりあの男の正体に気づいていると思ったのに。私はかなえ、24歳のごく普通の会社員だ。実家で両親と私の3人で暮らしている。父は製薬会社に勤めていて、母は専業主婦。若い頃と違って、父は病院へ直接営業に行かなくなったけど、接待ゴルフには飛んでいく。先週、あるゴルフのイベントで、同じく大のゴルフ好きの私立病院の院長と、お互いの子供の話が出たらしい。その院長には、修二という44歳になる次男がいて、まだ結婚していないのだそうだ。医師一族の次男だけど、修二は医師でなく自宅でゲーム開発の仕事をしているという。そういえば君には娘がいたな。どうだ、お互いの子供をお見合いさせてみよう。院長から言われ父は困った。娘とは親子ほども年も離れているからと断ろうとした。ところが院長は、大人になれば年の差なんて関係ないと全然引かない。ついに父が根負けし、私のお見合いが決まった。そういうわけで、会うだけでいい。お見合いをしてもらえるか？知らない男の人に会いたくないのよね。
身元がはっきりしている人だから大丈夫なはずだ。渋る私に父も困り顔だけど気が進まない事情があるのだ。実はここ一年ほど不審者につきまとわれ、最近は自宅の庭で干していた下着が盗まれた。身の危険を感じ、警察に被害届を出したところなのだ。私も父も、いつかやりましょうとだけ返事をして、話が立ち消えになればいいと思ったが、委員長だけはやたら乗り気だった。とにかく早めにとせかされ、私は心構えも何もないまま、翌週の金曜日の夜に相手の男性と会うことになった。お見合いの会場は美味しいと有名な日本料理の店。昼間は院長が忙しくて難しいとのことで夜の会食だ。私と父とお見合い相手の修二と院長の4人で行うことになった。当日、初めて会った修二は44歳という年齢よりはかなり若く見えた。イケメンというほどかっこよくはないけど、清潔感のある印象だ。受け答えもハキハキとしっかりしていて、なんで結婚していないのか信じられない。修二君、結婚できないんじゃなくて理想が高くて結婚しないだけじゃないんですか？父も同じように思ったようで軽口を叩いた。普段はこんなに張り切って喋らないし、身なりに構う方じゃないんだ。カナエさんと釣り合うようにおしゃれして頑張っているんだよな、修二。院長は苦笑いで答え、修二も照れて笑った。そうなんです。父から聞いて驚いたんですよ。まさか父がカナエさんとのお見合いを決めてくるなんて思ってなくて。これって運命ですよね。年の差を埋めることはできませんが、せめて見た目だけは合わせようとしたんです。あれ？私は話しているうちに、どうも院長も修二も結婚を前提に話していることに気づいた。修二が、新居はお互いの実家の中間に建てたいと思っています。といえば院長が、病院の近くに土地があるからそこはどうだ？なんて勝手に答える。私も父も愛想笑いをしながら困ってしまった。ほら、かなえ、修二君にお酌してあげなさい。会話を遮ろうとして父が修二にお酒を勧め、私も間が持たないから言われるまま注いであげる。さらに父は話題を変えようと院長にゴルフの話を振った。ところで院長、先週新しいドライバーを買ったっておっしゃっていましたよね。使い心地はどうでしたか？あれよかったよ。今度君にも貸してやろう。父の作戦が功を奏した。院長と父はゴルフの話題で盛り上がる。二人は時々ゴルフ道具を貸し借りする仲らしい。そこで私は修二から直接話しかけられた。かなえ、今日はありがとな。俺との結婚を決めてくれて嬉しいよ。え？私は驚いて聞き返す。いきなり呼び捨てでタメ口？ありえなかった。結婚なんて決めてないし、この人とは無理そうだ。悪い人ではなさそうだけど、初対面だし全く恋愛感情がないのに。修二はそんな私には気づかない。だいぶ酔いが回っているようで、いやらしい目つきをしてきた。次は二人で出かけよう。温泉旅行はどうだ？え、ごめんなさい。声がよく聞こえなくて。とっさに聞こえないようなふりをしたけど、本当はバッチリ聞こえていた。どうしようと思っていた、ちょうどその時。かなえさんは何が趣味なんだ？お父さんと一緒にゴルフはするのかい？酔っ払った院長が、上機嫌で私に会話を振ってきた。ラッキー。あ、私、一人で散歩するのが趣味なんです。渡りに船とばかりに、私は修二の質問を流す。私をつきまとっていた不審者が捕まっていないし、怖いから最近は散歩に行けなくなっていたが、とりあえず別の話題に変えられればいい。散歩が趣味なのか。その割には色白なんだね。年配の男性特有のカチンとする一言ってあると思う。私は一瞬ムッとしたけど、帽子をかぶってますから、と笑顔で答える。帽子か。それはおしゃれだね。院長は私が腹を立てているなんて全く気づかない。カナエは帽子が好きでね、いくつも持ってるんですよ。でも父はさりげなく会話を変わってくれた。私はこれ幸いと箸を手に取る。
ちょうど美味しそうな煮物が運ばれてきたし、料理に集中して気分転換しよう。ああ、そういえば最近はあればっかりだよな。なんて言うんだっけ、あの緑のやつ。嫌だな。歳を取ると言葉が出なくて。父は私の帽子の名前がうまく出ないらしい。おいおい、君が歳なら君より年上の私はどうなるんだい？こりゃ失言でしたな。院長が突っ込み、父も陽気に笑いながら。かなえ、あの帽子の名前なんだっけ？この前も聞いたのにもう忘れたんだ。と、私に話を振ってきた。でも間が悪く、私は大きめの里芋の煮物を口に入れてしまったところ、もごもごと急いで飲み込もうとしたその時だった。あのキャスケットですか。かなえは緑色がよく似合いますね。なぜか、修二が答えたのだ。え、なんで知っているの？初対面なのに。驚いて、里芋が喉に詰まるかと思った。まさかこの男は。父は全く気づいていないのか何なのか。そう、キャスケット。何回聞いても覚えられないんだ。でもあれはよく似合っていて、我が娘ながら可愛らしいんだよ。と、のんきに返事をする。院長も気にする様子はない。キャスケット？私は全然聞いたことがないよ。若い女性のファッションは難しいね。医学用語なら何でもわかるんだが。さすが院長ですね。父さんには漁師帽かハンチング帽って言った方がわかりやすいかもしれないな。話はどんどん流れていくけど、私の頭にはもう何も入らない。とにかく一刻も早くこの場から逃げたい。警察に連絡しなきゃ。私は心の動揺を隠しつつ、笑顔でお見合いの場を乗り切る。私は、院長と修二がタクシーに乗ったのを見届けると、安心のあまり大きなため息が出た。かなえ、疲れたのかい？ほろ酔いの父が私に笑いかけた。さっきまで顔に貼り付けた笑顔が取れて、私は真顔になる。お父さん、結婚は絶対にお断りしよう。私がきっぱりと言うと、父はポカンとした。おい、さっきまで和やかに話していたじゃないか。何が不満なんだ？やっぱり年齢か？予想外にいい青年だったじゃないか。かなえも気に入ったんじゃないのか？私は逆に、父の言葉に驚いた。お父さん、何も気がつかなかったの？てっきりあの男の正体に、父も気づいていると思ったのに。何に気づかなかったって言うんだ？帽子、キャスケットよ。おかしいでしょ？気づかない？はあ？修二君が帽子の名前を知っていたことか？院長や私ならともかく、彼は若いじゃないか。名前を知っていてもおかしくないだろう。私はもどかしく思いながら、もう一度丁寧に説明し直す。なんで緑色の帽子って言われて、帽子の名前がすぐわかるの？初対面なのに、私のお気に入りの帽子の種類が分かって、それが似合っているなんて、どうして言えるのよ？それもそうだな。まさか、例の不審者って、修二君だったのか。父のつぶやきに、私はうなずく。間違いないと思う。どこで私のことを知ったか分からないけど、そうじゃなかったら、キャスケットを知っている理由が説明つかないでしょ？今までは、ボサボサの髪でサングラスにマスクだったから顔が全然わからなかったし、背格好を見るだけじゃピンとこなかった。でもきっと修二の正体は私につきまとっていた不審者よ。当然下着泥棒もね。私が言い切ると父が叫んだ。そういうことか。おかしいと思ったんだよ。お父さん、さっきまで全然気づいてなかったじゃない？私が呆れて突っ込むと父は言い訳をする。いや、違うんだ。委員長だよ。なんであのゴルフの日、急に子供同士、お見合いをしたいと言ってきたのかってことだよ。普段ゴルフの話しかしないのに、どこか変だなぁと思っていたんだ。お見合いだって、普通あんなに相手をせかさないだろう。多分委員長は自分の息子が、うちのカナエに興味を持っているって知っていたんだよ。興味なんて、控えめな言い方じゃなくて、もっと悪質だけどね。もともと断るつもりだったけど、不審者相手なんて絶対無理。だから、お父さんからもはっきりとお見合いを断ってほしいの。私がもう一度頼むと、当然だ、と父も力強く受け負ってくれた。
その日の夜、私は以前から相談している家の近くの交番のおまわりさんに、不審者と下着泥棒の正体が分かったと連絡を入れた。おまわりさんはこれだけでは証拠にはならないというものの、付近のパトロールを強化すること、念のため調べてくれることを約束してくれたのだ。翌日早々、父が院長に断りの電話を入れた。不審者の話はしないで、とにかく淡々と、今回はご縁がなかったとだけ伝えたらしい。院長からはかなりごねられたようで、電話は1時間以上かかっていた。電話が終わると、父が疲れた顔をして、院長は納得してくれたよ、と言う。私はとりあえず安心したが、その日の午後だった。土曜日だし、親子3人、リビングでのんびりおやつを食べていたら、突然チャイムが鳴ったのだ。しかも1回ではない。何度も何度も連打され、さらに玄関のドアを乱暴にバンバンと叩く音がする。ただことじゃない。私が急いで玄関のモニターを確認すると、そこには修二が映っていた。うわぁ！私は思わず大きな声を出す。父も母も立ち上がりモニターを見る。モニターの画面越しにもわかるくらい、修二は怒り狂っていた。母さん、警察に電話をしておいてくれ。例の男だ。父は冷静に母に頼む。母はうなずき、スマホを持って電話をかけ始めた。ふとドアを叩く音が聞こえないと思ったら、リビングの前に人影がよぎった。修二が玄関の前から家の庭へと勝手に侵入し、リビングの前に来たのだ。カーテンが開いていたから、お互いの姿は丸見えだ。天気が良くて洗濯物を干していたし、窓の鍵もかかっていない。かなえ、迎えに来たぞ。私の姿を見て、修二が叫ぶ。父が私をかばい、前に出た。今にも修二が家の中に押し入ってきそうだったからだ。かなえ、母さんと安全なところにいなさい。私は父の言葉に従い、母と奥に入ろうとすると、修二がまた叫んだ。かなえ、絶対に逃がさないぞ。俺たちは結婚する運命なんだ。運命？私は修二のその一言にどうしようもないくらい怒りを覚えた。私は足を止めて振り返る。母が通報したし、警察がすぐ来てくれるはず。修二はここ一年近く私を苦しめた不審者だ。今までの恐怖に怯えていた日々を思い出し、怒りが湧いた。勝手なこと言わないで！誰があなたとなんか結婚するもんですか？あなたは卑劣な犯罪者よ！いい大人が二重も離れた女をつけ回して、下着まで盗んで恥ずかしくないの？私は修二が全ての犯人だろうと確信があったから怒鳴った。修二は私からこんな風に言い返されると思っていなかったのかもしれない。うろたえて弁明しだした。違う！俺は君に片思いしているだけだ。カナエが夜道で危なくないように、ボディーガードのつもりで見守っていたんだ。下着だって、そんな俺に感謝して渡してあげたいからって外に干してたんだろ？カナエの気持ちはわかっているよ。気持ち悪いわ。そんなわけないでしょ。あなたが勝手に不法侵入して盗んでいったのよ。知らない男から何度も何ヶ月もしつこく尾行されるのがどれだけ怖いかわからないの？洗濯物は基本的に庭に干しているけど、外からは見えない位置だし、庭に侵入しなければ盗めない。私は下着泥棒されて以来、庭に出るのも怖くなった。この男のせいで、平和な日常生活が送れなくなったのだ。犯罪者ってそんな、俺は不法侵入なんかじゃない。だって俺たちは運命だろ？結婚を約束した婚約者じゃないか。私は言葉を失った。この男、異常だ。何を言っても通じない。すると母が、寝言は寝てから言いなさい。あなた、現実と妄想の区別がついていないんじゃないの？と、気持ち悪そうに吐き捨てた。父も怒りをあらわにし、修二君、片思いをしているからって何をしてもいいわけじゃない。ストーカー行為も、下着泥棒も、ただの犯罪だ。今もまさに不法侵入しているぞ。親として君の行為は絶対に許せない。と、修二を責める。可愛い娘をあなたみたいな変態の餌食にはさせないわよ！母も修二にスマホを向けながら叫んだ。
私を守ろうとしてくれる両親の存在が本当にありがたい。はっきり言うわ。あなたとは絶対に結婚しない。好きになることなんてありえないし、これから先、二度と私の視界に入らないで。私は修二を睨みながら、きっぱりと宣言した。そんな、お見合いの席に来てくれたのに、俺のことを愛しているんじゃないのか？カナエも俺と結婚したいからだって思っていたのに。修二は目を見開いて、それだけつぶやく。あなたの父親から、うちのお父さんがしつこく頼まれたから、しょうがなく言っただけよ。もともと断るつもりだったわ。私がダメ押しして言うと、修二は膝からがっくりと崩れ落ちた。その後すぐに通報を受けた警察が駆けつけてくれて、すっかりおとなしくなった修二を連れて行った。母がスマホを向けていたのは、スピーカーモードにして警察の人たちにも一部始終を聞かせていたから。おかげで状況はバッチリ伝わっていた。後日、修二は下着泥棒も付きまとい行為も自分だったと白状した。修二への取り調べと関係者への事情聴取で分かったことだけど、修二が私をどこで知ったのかというと、なんと院長とうちの父とのゴルフ道具の貸し借りがきっかけだった。院長が借りていった父のゴルフバッグの内ポケットに我が家の家族写真が入っていたそうだ。その写真の私に一目惚れして付きまとうようになったのだという。修二の部屋には隠し撮りした私の写真が所狭しと貼られていたらしい。ある日、院長の妻がたまたま息子の部屋に入ったところ、それを発見し院長に相談。院長は私と一緒に写る父を見て自分のゴルフ仲間の娘だと分かった。そこで院長は、修二が近い将来、ストーカーとして警察沙汰になるよりは、私たちに何も知らせず、お見合い結婚させればいいと思ったらしい。とんだ一家だ。事件になると困るからということで、私は多額の示談金をもらい、和解する条件として、私は二度と修二が現れないように約束してもらった。院長夫婦は、修二が下着泥棒までしているとは知らなかったようだ。修二は精神病院へと入院させることにしたらしい。単なるお見合いのはずが、とんでもない事態に発展したけど、やっと全てが片付いた。私はずっと悩まされていた不審者からも解放され、久しぶりの散歩を楽しんでいる。